ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。ハレリアの杉です。ハレリアのタシです。ハレリアメディアの一徹です。今日もいい日オタク化を語っちゃおう、はい、というかこのコーナーは、闘争心における、まあね、太陽の指輪みたいな有名なカードをご紹介するのではなく、オタクなカードを紹介して、まあ、にちゃーと、まあ、ドヤ顔になってしまうというコーナーでございます。ということで早速やっていきましょう。コントロール奪取系のカード、いろいろあるじゃん。富士通とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、結構紹介前も紹介したね、アンチファクトをパクるやつだ。そう、うん、とかあるんですけど、大体パクれるの1個だけ。まあまあまあ、それはそう、一時効果だから、ただ4マナでなんと各対戦相手からクリーチャーパクれるカードがあります。おえ、そんな強かったのみんな知ってるんじゃないですか。こちらです。オリークの誘惑、なんとトリプルシンボルの4マナ。各対戦相手につきそのプレイヤーがコントロールしていて、マナ総量が3以下のクリーチャーかプレインゾーカーを対象としてそのコントロールを得る、ということで、なんと、えっぱなし、えっぱなしです。えっぱなし、すごい、ターン終了時までじゃないです、ということで、すごくない？すごい。これあんま使われた記憶なくて、俺も使った記憶ないです。俺は使ってた。これ太陽ギア EDH でめっちゃ使えるかどうか。これあんまなんかみんな知らないというか、有名じゃないかなと思ってるんだけど、どう？まあ強いと思うんだけど、なんかクリーチャーしかパクれないんで、やっぱちょっと弱点でもあるんだよね。いや、プレインゾーカーパクれます。プレインゾーカー近い破りめっちゃ強い。まあそりゃそうだよ。これ3番のプレインゾーカーパクれるからすごい。いやでもあいつがちらつくじゃないですか、ナーセットとテフェリーが。そう、それパクれます。すごい。え、なんならオースブレイカーでこいつを、こいつをスペードとして置いといて、お前出すなよって。出したらもらうよってっていうね、孤児と同じじゃねえか。そう、フェインゾーカーメタカードなんだけど、まあ普通に統率者使って3マナ以下のクリーチャーがないってことほとんどなくて、まあそれはね、やっぱね、マナクリーチャーを適当にパクるだけでも相当強かったよ。そう、あと結構うざい、多分ドラギスの判事とかそういったメタクリーチャー最近増えてきたから、そういったパクったり、シラだと特に結構いっぱいあるよね。まあドラギスの判事もそうだし、エイブンの思考検閲者とかも3マナ以下だし、ということでかなりね対象は広い。かなりジェネラルも全部パクれるし、なんかもうシンプル強い。そうですね、この青青青というトリプルシンボルが払えるマナベースであれば、確かに2色のデッキ、3色以外はちょっと厳しいね。まあでも最近結構2色ぐらいだったら絶望将来とか打てるぐらいだから、スタンダードでも、スタンダードでね、3色デッキでね、クワドロプルシンボル打てるぐらいだから、逃走者だったらもう最近ね結構多色土地増えてきてるし、トリプルシンボルぐらいいけるでしょ。切れるでしょう。はい、まあ2色くらいだったら、3色はちょっと難しいかもしれないですね。3色は結構ね、その色の寄り方による、島のアボーグ出ないな限りは。島のアボーグはね出てほしくないよ。出ないだろ。島のアボーグとか作ったら多分あれだけど、なんか沸騰とか打ってくるやついる。確かに島のアボーグ自分で置いてる。そう、沸騰とか滅ぼしてくるやついる。そうだね。そうだね、相当嫌だな。とりあえずそんな感じで、はい、結構普通適当に言っても超強いから。そうだね、まあなんか1人プレイヤー持ってなくても2人から取れればまあやるか。最近逃走者もね軽いやつ増えてるし、逃走者パクれるのにも結構いいかと思って、ぜひ使ってみてください。じゃあ続いて次ちゃん、ちょっと強いカード特集になりそうです。お、自信ある。今回ですね、こちらですね、サウロンの遺物ですね。サウロンの遺物、もうねこれね、ただ強だから特に喋ることがないんですけど、これサウロンのこれかぶったみたいな、かぶるやつなんですよ。一定さん大好きの、一定さん大好きな4マナから茶色マナが出る。いやちょっと隠してますよね、なんか色ついてる部分をね。茶色のファクトのカード、これ4マナのアーティファクトで、あの2マナ生むって書いてあります。何が2マナ出るんですか。一定さん大好きじゃないですか。何が2マナ出るんですか。あのその前にこいつさらにですね、あの3マナタップで2枚引いて1枚捨てるってめっちゃ強いじゃん。めっちゃ強いじゃん。さくらなくて、さくらないで3マナでひねると2枚引いて1枚捨てる。だから手札の質を上げながら手札も増える。おお、マナファクト、マナファクトにはあるまじきマナをが余ってる時はドローに変換できるっていうカードで、なおかつマナが出る茶色のカード。これもう一手差引き入れるしかないよ。一手差のポジション50枚入ってる。これこれね、知ってるんだ俺は。そのマナファクト、色マナが出るんで。そう、このカードですね、なんとですね、あのなんでこのカード誰も入ってないのかっていうと、あの厳しい条件が一つ課せられてて、その青か黒か赤、好きなマナを2マナ組み合わせて出すっていう能力を持ってるせいで、あのグリキシスから以上の3色限定のファクト、マナファクトなんですよね。スーパー強いマナファクト、スーパー強いマナファクトなんですよね。だからそう、結構ね、
見ないカードなんですよ、ね、惜しいですね。でも一定さんも気合い入れておけばいけるんじゃない、うん、気合い入れればまあ入らないことはないんじゃない、まあ、チャタンのグリクシスカラーのデッキとか、チャタンのグリクシスカラーのデッキ、グリクシスチャタンみたいな、そうジェネルがグリクシスカラーなんだけど中身はチャタン、何ブレイヤーとかブレイヤー、おお、すぐ出てきた。じゃあ次であの動画で出してください。チャタンブレイヤー組んでこいって言われたら組んでくるけど、ブレイヤーでもなんかいけブレイヤーに入らなそうだけど、ブレイヤーこういう歴じゃないから重いと思う。ただブレイヤーそんな一徹さんが好きじゃなさそうな気がする。まあ、ちなみにね、このカードね、あの結構面白くてね、あのヴィンテージのね、あのこのカラーのデッキとかにね、たまに入ってる。そう、あとなんかね、枠書にも入ってる、なんか知らない。そうなんですよ。ドローボール組み当てじゃないですか。そう、ドローボール組み当てで、なんかマナも出るからすげえ。ミシュラでよくない？ミシュラ色足りなくないですか？ミシュラは、ミシュラこの、あ、統率したデッキの方のミシュラか。あ、だったら確かにそうですね。そう、あ、確かに初代ミシュランもこのカラーで、あ、まあ、初代ミシュランもそう、そう、まあ、初代ミシュランもね、違う意味の難易度が待ち構えてるからあれなんだけど、めちゃくちゃいいんじゃないですか、うん、確かに確かにそれはいいですね。初代ミシュラン能力もチャタンと相性がいいんで、チャタンで、まあはい、これちょっと面白トークで話をつながないとね、 うん、あまりにもテキストは普通に強いだけだからね、説明できないんだよね、これちょっと確かに、あ、トーク面白くしてどうにかね、こうやりくりしないと、あのドローできます、マナでます、強いです、終わりって言って そのまま流れてるから、今までのない4マナアンティファクトのスペックだね、うん、本当にスペック高すぎてびっくりするぐらい、うんね、マナ伸びつつもね、だってサウロン自体がめっちゃ重いから、うん、まあ、サウロンのデッキに入って、まあ、統率したデッキだからサウロンデッキ入ってると思うんだけど、入ってるんだけど、あのね、大体このこいつ序盤に置けると、こいつで出したマナで強いカードどんどん出せて、うん、で、あのゲーム長引いてきてやる気なくなってきたら、こいつがただカード増やしていくだけっていう、うん、でもこのカードあったら、さっきトルビ紹介したカード、うん、もう簡単に出せます、3色できれば、はあ、ここからオリックの威力、なんかサウロンっぽいね、ちょっとね、サウロンっぽい、オリックって書いてあるんだけどね、うん、ただ強い、強サウロンの威力、こいつをどうぞよろしくお願いします、強いので買ってください。普通にちょっと高いね、これは。あ、そう、あ、そうなの、もうすでにちょっと高い、ね、違うんだよ、ちょっとロード・オブ・ザ・リングの逃走者デッキ、なんかカードなさすぎなんだよね。そうだね、 あんまり見たことないみんな、在庫がないっていうこと、そう、うん、まあ今のうちじゃないかもしれないけど、なんか見つけたら買うといいぞ、うん、俺もそう思います、サウロンの異物だぞって感じなんですね。はい、なんだ適当だな、今日みんな適当だな。はい、はい、はい、やったいです、うん、じゃあ今回私紹介するのはこちらです、モイラーです。あー、私は昔ハリコマで使った統率者で、うん、まあ、結構個人的好きで効果もなかなかいいなと思って紹介したいんですよ、うん、もう一回、うん、まず3マナ32のあのレジェンダルクリーチャースプリットウィザード、ちょっと不思議な部族で、うん、威迫です、はい、で漢字の能力が、このクリーチャーがプレイヤーにコンバートダメージを与えた時、このターン場にから、そうね、うん、戦場から墓地に置いてるクリーチャーカード1枚リアニメイトする、うん、以上です。リアニメイトできるのはこの他死んだやつだけリアニメイトできる、あの自分、あの戦場から跳ねるでカードだけあのリアニメイトできる、うんうん、自分のグリビア限定、うん、それで、まあ、パッと見あんまりピンとこない、まあ、一番簡単に言うのは別に、うん、なんかサクリファイス系のやつが一番簡単なんだけど、うん、まあ、こいつ俺がサクリ台で、うん、あのサクってて、うん、あの強いチップ能力がある黒い、まあ、墓所のタイタンの仲間ですね、うんうん、パッと考えたら、うん、これ全然あれですもんね、モイラが殴った戦闘で死んだクリーチャーでもいいわけですもんね。そうです、うん、ああいう地上島で殴りに行っていざ死んでも戻せるよって言いながら無茶なコンバット仕掛けるとかでもいい、あ、できます、こいつが、こいつが与えつつ、だから他のやつらは、他のやつらはね、うん、そう倒されても大丈夫、うん、あと妙なその威迫能力、うんうん、もうあんまダメージ取りやすくて強いカードかなと思いますが、まあ、なぜかね、分かんないけどすげえ魅力感じるの、このカード、なんか能力がめっちゃよくデザインされてる感じがして、ただ強じゃない感じがいい、そう、いや、これめっちゃ好き、僕も、俺はちょっとこういうなんか縛ってる感じが好きです、ね、あ、分かるね、テクイカード、テクイカード、テクイカード、お膳立て必要カード、そう、なんか刺さることあるよね、めっちゃ、そう、別にただ強ならみんなただ強で分かるし、出されたら強いなと思うんだけど、逆にこういう工夫して強さを見せるカードがあったらみんなやるとき、あ、なるほどね、うん、ってなっちゃって、いや、わかるわ、めっちゃこれが一応最近ちょっとこういうカジュアル感がたまらなくなってる、うん、めちゃくちゃいいなと思いますね。
わかるわ、めちゃくちゃ。あとこいつ謎のコンボが生まれそうなカードなのがいいよね。そう、あの見出しになるんですね、その、うん、なんだかんだ。結構クルドってさ、ニック袋の貴族みたいな、各プレイヤークリーチャーサクルみたいなカードもあるから、それが一番簡単です、うん。まあ、クルドは本当に今までその長い歴史の中で、あの物をサクって自分でアドバンテージ稼いだり、なんかドローしたりとかいろいろあるんで、うんうん、それもう一回やっても全然強いし、うん、まあ、乱用とも相性いいですね。そう、まあ、乱用いいね。そう、ジェネラルにしても全然いいんだけど、真面目な身代わりをサクって協約打ちしまう。わ、すごい、もう一回出す、うん、あ、確かに、うん、あ、多分なんか呪文のコストとしてサクればもっと美味しいって感じです、うんうん、だからサクリファイスとかいいですね、うん、そうそうそう、あれ、悪魔の糸、うん、どう？とかいいね、うん、あの、別に単なるジェネラルじゃなくて敵の中に足し、もう黒がタッチしてるようなら、うん、この全然バリューのあるカードだと思うんで、うん、ぜひぜひ使ってみてください。これでワームトブルエンジン出しですもん、超気持ちいい。いいね、いいね、そう、あの1番の仲間が墓地のタイタンで2番目がワームトブルエンジンです。マジでそれです、マジで気持ちいい。なんかさ、パッと思いついてデッキ組めそうな感じじゃないのがいいね。ちゃんとなんかしっかりなんかいろんな下調べとかしてデッキを組まなきゃいけないっていう、そのなんちょっとした難易度なるのがすごくいいジェネラルだよ。そう、自分がなんかネットの情報を頼らずに少しずつこのジェネラルにしてデッキを強くするのがすげえ楽しいんですよ。わかる、いや、それわかる、いや、これめっちゃ好きだよ、僕も。オタクに刺さる顔しちゃった。刺されてる人がいました。やめちゃう、はい、モイラです、はい、じゃあ続いて伊手さん、はい、そんな伊手さんは、あの先日大塚さんがあのオタクカードデッキで遊んでたじゃないですか、うんうんうん、あの動画でも撮ったじゃないですか、あれはあの土地カード以外はオタクカードで固めましたって話だったじゃないですか、うん、まあそうです。で、確かにオタクカード紹介って土地カード紹介することがあんまりない、まあ少ない、うん、そんな大塚さんのためにちょっと今週から4週にわたり、うん、土地カードを紹介していきます。特集、ランド特集、ランド特集、ランド特集に突入します。オタクランド、はい、はい、というわけでその第1回はこちら、構造都市の玉座。おお、これ結構いいカードです。使いました効果は、はい、これはですね、タップするとまず無色マナが出せるのと、うん、4マナタップサクリファイスで私が統治者になります。ああ、いいね、というで、最近エルドレインの統率者デッキセットブースターのカードで、うん、また統治者ヒロインサイクル、そう、統治者サイクルが出ました、うん、そのエンチャントで出た時統治者になって、アップキープになった時に自分が統治者だったらボーナスがあるよっていうやつですね。コマンダーレジェンドの宮廷みたいなやつですね。そうです、そうです、そうです、音調の宮廷とかあんな感じのカード、うん、で、基本的に統治者ってソーサリータイミングでしかなれないんですよ。そう、うん、クリーチャーの出た時能力だったり、ソーサリーのおまけ能力だったりなんですよね、うん、まあ、なんで殴るとかね、そうそうそう、なんで基本的には自分の単純になって一周頑張って守んなきゃいけないんですよね、うんうん。そんな中、これなんとこの能力、インスタントタイミングで起動可能。確かに、相手のエンド時に、相手のエンド時にそっちゃーってなることで強引にボーナスを獲得することができる。相手にも通らさせない。なるほど、そう、これすごい。だ、相手のメインの終わりとかに起動すると統治者が移動するから、そいつは頑張って殴って統治者取ったのにエンドの統治者ドローなくなっちゃう、うん、みたいなのもある。そう、エンドじゃなくてメインの終了時にやった。あ、そう、メインの終了時ですね、うん、なので、この土地カード、しかも無色なんで、アンタップインだし、そう、どんなデッキにも入れられるし、うん、まあ、最低限1マナは出せるし、うんうん、でそれでいてこの隠し能力もあるということで、結構いろんなデッキでいい。なるほど、無色のドローソースってことですか。無色のドローソースともいい。まあ、ではあります。お、うん、最悪でもワンドローできる、うん、そう、まあ、もちろんその統治者になるカードがいっぱい入ってるようなデッキだと当然相性がいいんですけど、うん、もう全然これインスタントタイミングで自分が統治者になれるカードとしてかなりいいんですよ。あとやっぱ自分が攻められるデッキは強いですよね。ドローできて、でもう一回統治者取り返しに行きやすいみたいなデッキだったら、全然なんか適当に起動して拾って取り返されても別に取り返せるみたいな。そう、奪われても、それ世界のルツボとかで拾いたいなーって思ってたから、ちゃんと墓地に行くんだよ、うん、そう、うん、めちゃくちゃ偉い。確かに暑さとかもいいし、僕これ今使ってるのはコジュークコジュークエリニスっていう、うん、バルターズゲートにいた緑3マナの背景選択持ってるので、はい、うん、攻撃すると墓地の土地カードを戦場に戻すっていうのを持ってるんですね。それ使ってこれを毎ターンも出して、噂の外注可能になってます。え、はい、はい、グラッシャーズ・チャーズムとかも毎ターン戻すと、あ、そうですよ、あのこの間記事で紹介したんですけど、うん、毎ターンチャズムを戦場に戻して毎ターン引きこもることができるデッキになっております。やらしいね。もう早くエターリ使おう、はい、でも相手が、でも一手さんいいっすか、それ紹介したら相手に取り返されますよ。チャズムで引きこもってても
僕のエリミステッキは土地さんになってるんで、そんなこと気にしてらんないぐらいいろんな欠点が増えてるんで。この間盛り上げハッピー闘争者に出たら、うん、エターリ出されて LO して負けました。まあエターリね、あれ呪文が土地じゃないカードがめくれるまでめくってって、で全部追放したんですよ。そうそう、残りのやつ、はい、下に行かないんだよね、あれ。そうなんで、こうあ、エターリっすか、じゃあ確認していただいて、ライブラリなくなりました。死にました。いいねっていうね、デッキを、まあよかったらハレリアメディアで紹介してるんで、ぜひご覧ください、はい、で、そんなデッキにも入ってる高層都市の玉座エルドリンきっかけに当事者にちょっと興味持った人もぜひ試してみてください、うん、はい、はい、テスさん、ちょっと一つ聞きたいんですけど、はい、まあ、4週にあたって土地を紹介するっていう話なんですが、はい、あの無職しか出ない土地しかないとかないですか？じゃあちゃんとコジレック以外でも使えるカードを紹介してくれると。あ、むしろ来週からの3枚はコジレックで使ったことないです。あ、はい、あ、無職、じゃあ無職これは使ったことあるの？これは使ったことあるの？ギリギリ使ったことあるんだ。無職デッキじゃなくても使えそうなカード、うん、いや、むしろ無職デッキにこんなもん入れてる場合じゃない。なるほどね。じゃあ終わりました。じゃあ期待しましょう、はい、来週から。はい、ということで今回紹介したこのカード、これらのカードですね。で、皆さん使って遊んでみてください。では、面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。というわけで、トロフィーお疲れでした。ハレリアの杉でした。ハレリアの大臣でした。ハレリアメディアの一徹でした。また次回、バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。